あ、ギャングバスターズだ。はい、よろしくお願いします。はるか、おいで、はるかおいで。ここに何もいないもん。あ、いたわ。ねえ、そうやって分かりやすいのどうなんて思うわ、とも。おはようございます、ともです。龍が如く実況プレイ始めていきたいと思います。というところでですね、しめちゃんからのというか、まあ、水野さんからの、桃源郷への、会員証ですね、譲り受けましてですね、一応向かうということなんですけれども、その前にですね、小牧さんのところ行ってこようかなと思っています。何かあるかどうかはわからないんだけれども、ちょっと待って、桃源郷に行くんじゃないんだっけ。あ、そっか、一旦サイの河原に戻るんだっけか。はい。普通にサイの河原に戻る。そうですね。おっと、何ですか。一度は行ってみたいよな。桃源郷に行ってみたいんです。そうだね、うんうん。男が味わうことのできる最高の幸せ。どんな幸せなんでしょう、世界なんでしょうね。どんな感じなんでしょうね。うわーわーわー、なに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 、びっくりした。ん？はい、なになに。あ、ギャングバスターズだ。はい、よろしくお願いします。ギャングバスターズ、何パート前かわからないんだけれど、はい、よろしくお願いします。よいしょ。ギャングバスターズいいですね。あ、なんか今ベリってベリじゃねえ、なんかうわ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 、出た。お前だよ、それ嫌なんよ。にゃー、よいしょ。こいつ最優先だな、怖いもんな。あ、間違えたね。今冷や水どうにか。おっしゃ、間に合った。オッケー、来た。痛い。なんかお前も嫌だな。何が嫌だって、その武器ね。よいしょ、いいや。あ、終わった。今回は、あ、でも今回もか、ギャングバスターズさんちょっと早いですね、終わりがね。はあはあ、そう、まだやる。お前を決して見逃さない、覚えてろ。うん、まあいいんだけど、確かギャングバスターズさんも何個かミッションが発生してましたね。ギャングバスターズ2。 まあゴーストバスターズもね、2までありましたからね、確かでしたよね。私さ、ゴーストバスターズはあの女性の方、2016年の方が好きでですね。お、あー、なんだ、普通のヤクザにも絡まれていく。まあでも今お金ないからね、会員証のために30万払った後なんで、だいぶお金がないので、こうして巻き上げていくしかないんですね。今5万もないでしょ、やだな。貧血は良くないね。間違えた、今極みでなんとかできた。にゃん、間違えた。よいしょ、およーおよっ。なんかね、ツイッターでも書いたんだけれど、龍が如くをやっているとね、言動や行動がだいぶバイオレンスになっていくんだな。どうかな、私始めた時よりだいぶこう言ってることがおっかなくなってるような気がするんだけれど、そんなことないかしら。よいしょ。まあ本来はね、自分とても穏やかな人間ですから。嘘。はい、今持ち合わせがないんです。なんなの、私も今持ち合わせなくってさ、お金欲しい。なんかこういう女の人、あ、特に何もないね。もうね、ミッションが全然発生しなくってね、悲しみの大きななんですよ。ギャングバスターズだけが今心の支えですね。じゃあ戻って、何するんだっけ、誰かに話しかけるんだっけ。何、あー、なんか言ってるけど、ごめん、ちょっと気になるから小牧さんのとこ行っていい。ごめんね。はい、あはー、小牧氏ー。
あ、ダメだ。はい。そうか。今いくつだった？あ、一個足りないのか。なるほど。はい。じゃあさっきのおじさんね。さっきのおじさんのところに行くんだけれども。顔色悪いですぜ。まあね、冬だからみんな寒いんだね。桐生の旦那。何でもお知り合いが、うん。はい。ちょっとね、動画を編集してて、今、パート30の編集が終わったところなんですけど、やっぱりその、レイナさんが、ね、亡くなったところとか、だいぶしんどかったんだけど。あ、これは知ってる、これは知ってる。なんか、シンジ君もさ、一番最初、パート1でシンジ君に会ったとき、こいつ絶対死ぬやろと思ってたんだけど、まあ、期待を裏切らないというか、予想を裏切らないというか、期待なんてしてませんけど、うん、なんだかね、はあ、まあでも桐生さんは先に進んでいくしかないし、遥かっていうね、未来を見据える子もいますので、彼女を守らないといけないですよね。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まさかダメ。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥かを連れて桃源郷へ向かってくれ。おじさん、桃源郷へ行こう。おじさん、桃源郷へ行こう。ちょっと何言ってるか分かんないですね。じゃあ行くんだね。待ってよってまた言われるんだ。こうやってうまく歩けんのかな。なんかどうしても早歩きになっちゃうけど。あーやだな。マジで桃源郷行くの、はるか連れて。あ、そう、コメント、違うな、ツイッターで何かいただいてた気がするんですが、リプライを。はるかを連れてホテル街に行くとみたいな、みたいなみたいなことをですね、リプライをいただいていた記憶がありまして、ホテル街ってどこだっけ。どっか出るか、なんかこの辺じゃなかった、違うかな。あのバッティングセンターのあたりがなんかそれっぽかった気がするんだけど、ちょっと歩いてみますわ。ちょっと待ってよ。ん？お控えなすって、お控えなすって。元東条会堂島組射程な、頭補佐桐生一馬様とお見受けいたします。何者だ？お前は何者だ？早速のお控えありがとうござんす。これよりあげます言葉の後先間違えましたらごめんなすって。なんかういろうりみたいな喋り方するな。手前小国と発しますは東京浅草でござんす。家業上親と発しますは後部一家三代目総長。あ、後部組ってさあれじゃない、あ、全然名前覚えてねえ、京香ちゃんのやつじゃない。手前生命の義発します。姓は吉川、名は一郎太、人を呼んで一と発します。お見かけ通りあちこちのお兄さんお姉さんに迷惑かけがちな若輩者にござんす。以後免停免退お見知りおきの上。なんて読むんだあれ、京語万端。よろしくお引き回しのほどお頼申します。何の用だ。でその後部組が俺に何の用だ。それですよ、よくぞ聞いてくださいました。いえ何、こちそらね、ぶっちゃけたい話、あのたかしとかいう若造が頼りないわけですよ。やっぱりたかしくんの話だったね。たかしだったね、あいつね。それで手前がお目つき役ってことでこの町に出張ってきたわけですが、お嬢たちがどこにいるのかさっぱりわからねえ。そこでね、桐生さんもお嬢を一緒に探しちゃもらえんでしょうか。この町にお詳しい桐生さんにお嬢を探すのを手伝っていただければと。いいだろう。あ、これはミッションですね、いいですね。さすがは桐生さん、やっぱり熱い人情をお持ちだ。それじゃあもしお嬢と会えたらこいつをあの若造宛にお渡し願います。益子焼き夫婦茶碗。かわいいな。お察しいただける？桐生さん、確かにお楽しみしましたよ。何それ何それ。どこにいるかなんて知らないんだけど。どこに、あれか、あのまたバッティングセンターとかサイの河原とか。京香と高志、へえ、いいでしょう。どこにいるんだろうね、ちょっと探したいよね。あ、飛び降り自殺。何何何何の話さっきから。あのえ
何ちょっと、えなんか、うわ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 、なに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 っていうか、はるか、はるか、おいで、はるかおいで、はぁ、はぁ、いや、なにどうしたの、はぁ、なんだおりゃ、なに、え、テレビの撮影か何か、絶対違うでしょ、おい、飛び降り自殺する気じゃねえか、んおっさん、おい秋元、秋元バカなまねするんじゃねえぞ、今警察呼んだからそこ動くな、瑞希ちゃん、えごめんね、瑞希、おじさん、あの人飛び降りる気だよ、早く止めなきゃ、そうだね、屋上へ行くぞ、うん行きましょう、おお来たわね、屋上に来たけど、これまたジャンプみたいな、あここね、あおいいたわ気づかんかった、誰だよお前ら、おいバカなことするんじゃねえ、そうだよそんなことしても誰も喜ばないよ、邪魔しないでくれ、そこから近づくと飛び降りてやるからな、何があったか話してみろにしようぜ、飛び降りてみろは本当に飛び降りそうな気がする、何があったか話してみろ、何があったか言ってごらんこの少女に言われるの嫌じゃないのおっさん、う話したら楽になるもんだぜ、瑞希ちゃんに貢いでたら借金がとんでもない額になったんだ、だから生命保険で返済するしかないんだよ、ああバカバカ、こいつの言う瑞希は本物なのか、瑞希って誰だ、瑞希って誰だ、マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、瑞希ちゃんだ、ああ全然違いますね、多分マックスボンバー、はるか知ってるか、聞いたことない、スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ、あの子のためだったら俺は何だってできる、ああちょっと待ってこれはねえな、連絡なんてするわけないけど、でも何でもできるんだったら死んじゃうってことにならない、そいつには連絡したのか、瑞希ちゃん今親父が心臓病で入院してるんだ、仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる、本当にそうなんか、まあ親思いならそうなんでしょう、え本当かそれ、だからお店以外では連絡しないって約束なんだ、嘘くせー、あー騙されてるんだよ、にしたいどれだけ貢いだんだ、なんかこういうのってさ正論言っちゃうともう絶望して死んじゃう気がするんですよ、なのでもう会話を引き伸ばしていかなきゃいけないんじゃないかなって、カバンや洋服宝石、あの子が欲しいと思ったものは全てだ、プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって、そんなわけない、分かっただろ瑞希ちゃんの素晴らしさを、もうこれ以上は時間の無駄だと、飛び降りるぞ、おいちょっと待て、えっ、秋元くん、は瑞希ちゃん来てくれたんだ、言っちゃいけないこと言おうとした、ごめんね瑞希ちゃん、借金返せなくなってさ、瑞希ちゃんに迷惑かけたくないと思って、私を置いて死んじゃうの、あげー、秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ、ごめんすごい忘れたの、奄美大島の方言でたわ、瑞希ちゃん思わず、だから死ぬなんて言わないで、そんなクリスマス迎えたくないよ、瑞希ちゃん俺間違ってたよ、おお秋元くん、よかったね金づるが生きてて、分かってくれてありがとう、瑞希ちゃん素敵だよ、本当にナンバーワンなの、私プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいの、分かった今から買いに行こう、お金ないんでしょ、じゃあプレゼント買った後同伴してくれる、うんもちろんだよ、幸せそうでよかった、どうやら人違いだったようだな、そうだね、ハルカ行くぞ、うん、ハルカの言い方、いや面白いイベントでしたね今の、いいと思いますこれを見せたかったのかな、どうなんだろうね、
まあ、じゃあ、まあ、とりあえずバッティングセンターの方まで行こうか。たかしと京香がいるかもしれんし。おじさん。ん？はるかがなんか初級コースに行きたいらしい。おじさん。いいよ。うん。やります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 。おじさんおじさんうるさいよ。行くよ。はい。行くよ。行かないの？おじさん。はい。初級ね。はるかのためにホームランを10本以上狙ってやるか。バカ野郎バカ野郎、できるわけがないだろ。もう忘れてるよやり方。はるかめっちゃ見てる。よいしょ。あ、飛んで跳ねてるわ。いいぞ。よいしょ。あ、上手上手。間違えた。はい。うん、こっち。あー、ここさ無音だからちょっと何話せばいいか分かんなくなるんだよね。これで3本目。よいしょ。あー、ちょっと早かったのかな。よいしょ。おー、いいよいいよいいよ、喜んでるよ。じゃあプップップン。10本。あ、あ、下手くそ。ごめんはるか、無理かも。頑張る。うわー、ごめんはるか。下手ぴ。よいしょ。でもこれ10本はもう無理だな。連続していかないと無理ぐらい。あー、よいしょ。やり直しとかしていい？よいしょ。さすがにね、ここから巻き返しはちょっとできないと思うんで。ちくしょう。よいしょ。あー、惜しくない？よいしょ。あ、はい、8本か、また8本か。もう一回頑張ろう。うわ、すげえ、はるかいじけてんじゃん。ごめんってごめんって。もう一回やろうぜ。どうしよう、これもう一回入り直したら読み直しになって。おじさん。よし、オッケー、読み直しが発生した。ここからはね、もう自分との勝負なんで、10本目指しましょう。音が変わった。よし、ティッシュティッシュか。ナイスヒッター。悲しいや、ティッシュ。お、何？はるかの信頼度ってなんだ待って、おじさん、ここに来て新しいステータス増やすのやめてくんねえかな。おじさんだったらもっと打てるよ。いやいや、え、でも、もうおじさんみたいにはならないのかな。中級打っていく。あー、でも、もうはるかは特に何も信頼度というのはないんだ。ん、ぶっくしゃ、早いよ。よいしょ。はい、ということで中級はダメでした。帰ろう。特に何もいないもん。あ、いたわねえ、そうやって分かりやすいのどうなんて思うわ。とも、あれ、あんたこの間の桐生さんでしたよね。その説は本当にお世話になりました。はい、渡しましょう。したら、あ、目音じゃわん。これを俺に。どういうこと？その目音じゃは、もしかして京香、どうしたんだ？この茶は私がお父さんにあげたやつ。桐生さん、どこでこれを？後部組の一って男から預かった。これをあんたに渡せばわかると言われてな。そっか、お父さんまだこのお茶は持っててくれたんだ。これね、子供の頃
お母さんをほったらかしにしてたお父さんに当てつけで送りつけたプレゼントなの。はあ、いいせっかくしてるじゃないっすか。夫婦茶碗なんて夫婦で揃ってないと使わないでしょ。受け取った時のお父さんの顔、すごく申し訳なさそうにしてたっけ。そうだったのか。それじゃあこれ大事に使わないといけないな。京香と二人でな。たかし。おいおい、そういうこと、そういうのを見に来たんじゃねえんだこっちは。キルさん、俺たちこれから町を出るところだったんだ。どこか遠くに一から出直そうと思ってさ。そっかい。京香の親父さんのメッセージは確かに受け取った。そう伝えてもらえますか。お前らが行け。そうだ、じゃあ一さんにこれを渡してくれますか。京香の指輪。ちゃんと落ち着いたらきっとそれを返してもらいにお父さんのところに伺いますって。その時にはきっと新しい家族も一緒に。なんか違くない。まあ幸せそうでいいけど。あれ一発ぶん殴ってもいい気がしてきたな。わざわざありがとうございました、キリュウさん。はあ、まあいいですけど。何？おいお前、どうしたどうした。お前いい体つきしてるな。俺と勝負しないか。あ、いやあのバッティングダメっすわ。ちなみに俺はちょっと名の知れたプロ野球の投手だった。元プロ。まあちょっと事件を起こしてクビにされちまったわけだがな。ははは。俺の投げる魔球20球のうち10本ホームラン打ったら5万円お前にやってもいいぞ。その代わり打てなかったら1万円払ってもらう。受けてたとか。どうせもらえないけど1万円払うことになるけれども、やってみる価値はあるよね。もし打てたら5万円、10本打てなかったら1万円。いいよいいよ、全然やるやる。まあかっこ悪い桐生さんをお見せしますが、いくぜ。おー、今のは良かったんじゃないか。いけ。よし、いいよ。10本も打てない。あー、うし、むずいな。うわー、上手！さすがプロ！元プロ。ああ、なんかよくわかんないんですよ。球速が速いし、まぐれでは当たるんだけどね。これは、あ、速い！今のすごい速かったよ。まっすぐしか投げてこない？もしかして。まあ、そんなことわかったところで私に対応できるとは思えないんだけど。あ、ほらね。なんか曲流してくんね。ちょっと BGM に逃げることすらできないじゃない。よいしょ。どうにかさ、こう何かこう喋るくらいしなよ、あなたらも。なんで文句言い出したら当たるようになった？文句が私の原動力か？ちょっと待って、本当にどうして5万円いけるんちゃう？いや、そんな欲を出すとね、人はダメになるんです。ほらね。もう上手に打ちたい。キリュウさんかっこいいとこ見せたいよね。見せたい、見せたいよ。うまいこと行きたい、うまいこと行きたいよ。頑張れ頑張れ。キリュウちゃんならできるって、やれるって、できるって。あー、ダメだ、もうダメだな。でも打ててる方ですよ、元プロ相手に。いやでもね、やり方は、やり方っていうか言いたいことは分かったんだけど、できるかどうかはね、ちょっとまた違う話なんですよね。あ、はい、ということでね、何本打てた？8本。僕8本だね。はい、貴様の負けだ。いいよ、まあ1万円ぐらいは。だってできないもん。そうか、俺は大概ここにいるからいつでも勝負してやるぜ。これもミッションとして成り立ってたらやだなと思うんだけど。あ無理です、無理です。はい、これはね、あの人によっちゃ簡単なことなんですよ、きっとね。でも私のバッティングスキルを見たらもうね、わかるでしょ。
やめとこ。帰ろうよ、帰るぞ、はるか。何これこれはサムネ候補なのでは。抹茶オレンジって右側のやつ、なんかすげえ見てるやつ。あんなとやるってのか。手を抜いたのじゃ。怖い仲間を呼んでやるぜ。はい、